パキスタン軍は、パキスタンの軍隊。陸軍総兵力は64万6千人とされており、これは、世界第7位の規模である。地上兵力55万人、作戦機400機、艦船29隻を有し、これ以外に30万2千名の、準軍事組織と51万5千名の予備役部隊がある。徴兵制度は採用されておらず、いずれも、志願兵である。 こうした、世界有数の規模の通常兵力に加えて、核兵器を保有している。アメリカ軍交換の越兵を受けるパキスタン、陸軍儀状態。独立以来、アメリカとの協力、同盟関係を維持しながら、カシミル問題で激しく争うインドに対抗したり、アフガニスタンへのソ連ロシアの南化を警戒したり、するのが、パキスタンの一貫した外交政策である。 インドという共通の相手を持つ中華、人民共和国とも緊密な軍事協力を行っている。これを反映して、カシミール地方の貴族やバングラデシュの独立問題などをめぐって、インドとの間には1948年以来3度の全面戦争を経験しているほか、カシミール地方の軍事境界線においては、武力衝突が状態化している。一方、 新米路線は堅持され、アメリカからの軍事援助も盛んであるが、アメリカのアフガニスタン侵攻以後は、この方針への反発から、国内において、イスラム過激派勢力の活動が活発化。これに対する対反乱作戦も続けられている。これらの情勢を背景として、パキスタン国内において、軍の政治的、社会的影響力は、極めて強い。独立以来、 クーデターもたびたび起きている。例えば、パルベーズ・ムシャラフ前大統領も、1999年の、無血クーデターで、ナワーズ・シャリーフ首相から実権を掌握し、2001年の、民政遺憾でそのまま大統領に起こすべりした人物である。司法に関与することもあり、2017年4月には、パキスタン最高裁判所が、パナマ文書問題で、 シャリーフ首相に対して、軍や連邦捜査局による合同捜査を命じた。その一方、インドとのパワーバランスは、国力の差を反映して、パキスタンに不利なものとなっている。通常兵器のみが使われた過去の戦争において、パキスタンはいずれも劣勢を余儀なくされている。このため、核兵器と、その運搬手段である、弾道ミサイルの開発に力を入れ、 1998年にはインドに対抗して核実験を実施、核保有を公式に宣言した。創世期のパキスタン軍は人材の多くが急宗主国であるイギリスの植民地軍の出身者によって占められていた。このため、軍勢は多くをイギリスに準じたものとなっているが、兵器体系は非常に多彩である。 イギリスをはじめとする欧州諸国、アメリカ、ロシア、中国などからの輸入や技術導入による各種兵器が配備されており、兵器の国産化も進められている。統合参謀本部はパキスタン軍の最高意思決定機関であり、陸海空の各軍参謀総長と統合参謀本部議長からなる。統合参謀本部議長は統合参謀本部の議長であり、原則としては、 パキスタン軍の最高位の軍人となる。しかし実際には、得てして実権は、陸軍参謀総長に握られており、また、兼務となっていることも多い。パキスタン陸軍は、55万名の常備軍と50万名の予備役部隊を要している。陸軍司令部は、ラーワルピンディに所在しており、陸軍軍人の最高位は、陸軍参謀総長である。陸軍参謀総長は、 統合幕僚会議を構成するとともに、陸軍の作戦指導に責任を負っており、陸軍一般参謀長や陸軍兵隊参謀長の補佐を受ける。パキスタン陸軍の兵士における戦闘序列。パキスタン陸軍は10個の軍団を編成している。このうち戦略軍団は核戦力を担当し、それ以外の9個軍団は、 それぞれの管区の警備を担当する。これらのナンバー軍団は、通例、2、3個師団と、場合により、独立旅団を有している。基本的な戦略単位は師団であり、パキスタン陸軍には9個不評師団、2個機械化風評師団、2個機構師団、2個砲兵師団が編成されている。これらは、陸軍少将によって指揮されており、通常、 三個旅団と若干の師団直轄部隊によって編成される諸兵科混成部隊である。旅団長は順将であり、通例は三個大隊より編成される。また、師団の霊下にはない独立旅団も編成されており、師団内旅団と同様に順位将の指揮を受ける。基本戦術単位は大隊で、これは中佐の指揮下に600名から900名の兵員を要する。 なお、陸軍には、スペシャルサービスグループという特殊部隊がある。59式戦車の近代化回収型である、アルザラ・アル戦車。陸軍の兵器体系は、非常に国際的な顔ぶれとなっている。主力小銃は、ドイツ製の H&KG3 であるが、ロシアあるいは、中国で生産された AK-47 シリーズも使用されている。汎用機関銃は、 ラインメタル MG3 が主力だが、敵弾発射機としては RP G、RPG-7 あるいはその中国版が多い。また、ロシア製の新しい対戦射火器である RP G、RPG-29 の配備も始まっている。主力戦車は、多くが、中国製、または共同開発であり、最新鋭のアルハーリド戦車600両をはじめとして、85、式戦車300両。 69、79式戦車400両が運用されている。また、1997年より、ウクライナ製の T-80UD も320両が導入された。一方、これらに随伴する装甲兵輸送車や自走砲は、多くがアメリカ製で、M113 装甲兵輸送車が1100両以上。 M109-155mm 自走榴弾砲が265両収益している。敬遠砲の口径も非常に多彩で、ロシア系の 85mm カノン砲、122mm 榴弾砲、130mm カノン砲、アメリカ系の 105mm 榴弾砲及び 155mm 榴弾砲が運用されている。ヘリコプター戦力も、 やはり多国籍となっており、輸送ヘリコプターは、ベストセラーであるミマイナス8攻撃ヘリコプターは、アーマイナス1軽多用途ヘリコプターとしては、ユーロコプターフェニック、シュドエスト SE-3130、SA-316 が運用されている。アメリカ海軍フリゲートと、艦隊行動を行うパキスタン海軍、フリゲートパキスタン海軍は総辞任3万1000人。 予備約5000人。艦船は29隻を有し、その内訳は、潜水艦8隻、フリゲート6隻、ミサイル艇4隻、小海艇2隻、総海艇3隻、測量艦1隻、補給艦1隻、給油艦4隻。また、航空機は33機を有し、その内訳は、 関西の紹介ヘリコプターが15機と地上基地発進の固定翼機が18機である。パキスタン海軍は数時にわたるインパ戦争において空海戦を経験している。特に第3次インパ戦争においてはインド海軍が空母機動部隊によってパキスタンの公表地域を攻撃することを起としたことから極めて激烈な交戦が発生しており、 インド海軍の14型フリゲート1隻を撃沈した一方で駆逐艦2隻及び潜水艦1隻を喪失しているまた近年ではインド洋上での海上阻止行動にも参加しており日本の自衛隊インド洋派遣部隊からの給油も受けている実際パキスタン海軍の日本からの受油量はアメリカ海軍に次いで第2位である洋上において パキスタン海軍は圧倒的なインド海軍の洋上兵力に対して劣勢を強いられている。しかし、インド海軍は伝統的に空母機動部隊によってパキスタンの広報地域を攻撃するという戦略を採用する傾向があるため、これを洋上で洋撃する必要性は極めて切迫したものである。このことからパキスタン海軍は 潜水艦戦力の拡充に重点を置いている。その艦は多くがフランス製であり、アゴスタ級潜水艦を2隻、改良型のアゴスタ90バイト型が3隻、収益しているほか、やや旧式のダフネ級潜水艦がも4隻が残っている。これらはいずれも水中発射型対艦がミサイルの運用能力を付与。 されているほか、アゴスタ90バイト型は非待機依存推進システムの追加搭載を行っている。パキスタン海軍は2017年1月9日、潜水艦から各弾頭搭載可能な巡航ミサイル、バーブル3を発射する試験に初めて成功した。潜水艦は陸上発射ミサイルや航空機、水上艦に比べて隠密性や生産性が高く、 報復攻撃能力による核抑止や、先制、奇襲攻撃能力は大幅に高まることになる。また、特殊作戦及び特殊部隊の運搬用に、ミゼットサブマリンを保有している。潜水艦の多くは、初期は、海外からの供与であったが、現在では設計のみ海外で行い、実際の建造、修繕は、パキスタン国内の造船所で実施できるようになっている。 通常潜水艦の建造技術はフランスからミゼットサブマリンの建造技術はイタリアから提供されているとみられる D-185 ディップスルタンまた洋上戦力も決して弱体なものではないその主力となっているのがイギリス海軍を退役した21型フリーゲート6隻でパキスタン海軍ではリ陸級駆逐艦と呼称しているこれらはいずれも パキスタン海軍による回収を受けており、中国製のリーマイナス60艦対空ミサイルを搭載した防空型と、アメリカ製のハープーン艦対艦ミサイルを搭載した耐水上打撃型とに分けられる。中国の設計によるズルフィカル級フリゲートの取得も進んでおり、同級の4番艦は、パキスタン国内での建造が行われている。さらに、 アメリカから、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリゲートの譲渡、または、売却を受ける計画もあり、同国海軍は6隻を取得したいという意向を示しており、2010年8月31日には FF、FFG-8、末期ナニーの引き渡しを受け、アラムジルとして、最終駅させた。また、これらを支援するため、中国人民解放軍海軍が運用していた。 複製型補給艦の4番艦を取得し、ナスルとして運用中である。なお、パキスタン海軍は、1988年から1994年に、かけて、アメリカ海軍を退役したブルーク級、ミサイルフリーゲート4隻を対応されて運用しており、これによって、艦隊防空ミサイルの運用経験を積んでいるが、現在アメリカ海軍に在籍するペリー級、ミサイルフリーゲートは、 全艦がミサイル兵装を撤去しているため、パキスタン海軍に対応される際に、どのような装備を行うかは、不透明である。特別塗装を施したパキスタン海軍の P-3C、P-3C の引き渡し式パキスタン海軍は、洋上紹介と、耐水上打撃を目的とした、小規模な航空隊を保有している。 タリク級駆逐艦とズルフィカル級フリゲートはいずれも関西ヘリコプターの運用が可能でありタリク級は s a 三百十九バイトアルウェット3またはアグスタウェストランドリンクスをズルフィカル級は Z-9 を搭載するまた地上基地より発進する対戦哨戒機としてアトランティック2から三機とアメリカ海軍から購入した中古の p 三 c 四機 海洋哨戒機として、フォッカー F-27 を5機運用する。ただし、アトランティックのうちの1機は、1999年に、インド空軍機によって撃墜されている。なお、対艦攻撃機として、ミラージュ5も保有するが、これは空軍によって運用されている。パキスタンが保有する、海上不評部隊としては、パキスタン海兵隊とスペシャルサービスグループ。 ネイビーという特殊部隊が挙げられる。パキスタン海兵隊は1971年から存在していたが、十分な能力を発揮できず1974年に解体された。しかし1990年から海軍参謀総長らの手によって再編され、近接戦闘や警備の訓練を受け、パキスタン海軍の一翼を担う部隊となっている。 SSGN は、ネイビー・シールズの指導を受けて1966年に設立され、1971年の第三次インパ戦争に投入されたのを最初に、バングラデシュの紛争やアメリカ同時多発テロ事件以降の大テロ戦争に投入され、2010年に起こったパキスタン大洪水では、他の海軍部隊と共に被災者の救助も参加した。 パキスタン空軍の JF-17、サンダー戦闘機パキスタン空軍は総人員6万5000人、予備役1万人、航空機700機を有している。保有機材はアメリカ機とフランス機が多かったが、近年は中国機の比率が急速に増大している。戦闘機の数的な主力は中国製の F-7P エアボルト192機で、 フランス製のミラージュ3の121機、ミラージュ5の60機がこれに次ぐ。また、1980年代には、第4世代機となる、アメリカ製の F-16 も導入したほか、中国と共同開発した、JF-17 サンダーの導入計画が、現在では進められており、最終的には250機を取得する予定である。 なお、F-16 の運用については、購入契約時に、テロ対策に限るといった制約が、アメリカ側から課せられている。2019年に、パキスタン軍が、インド軍のミグ21を撃墜した際には、アメリカ側が、F、F-16 の使用の有無について調査したことがある。無人航空機では、 中国製の彩り二次産や抑流を導入しており、彩り二次産をベースにした国産のネスカームブラックも有する。近年では空中早期警戒管制能力の整備も進めており、中国製のキロジュールマイナス204機とスウェーデン製のサーブ 2000A&C4 機の導入が計画されている。一方、航空輸送戦力としては半世紀以上にわたる。 ベストセラーの C-130-12 機が主力となっており、また、イル -78 空中級行きも2機保有する。また、パキスタン軍のスペシャル、サービスウィングは空軍の特殊部隊である。1998年、パキスタンは地下核実験を実施し、7番目の核保有国となったことを宣言した。この実験にあたっては、アブドゥルカディール・カーン博士が、 主導的な役割を果たしたほか、中国と北朝鮮の関与も疑われている。パキスタンは、通常兵力で優勢なインドを核兵器で抑止する戦略をとっている。アメリカ原子力科学社会法の推計によると、保有する核兵器はインドより10発、多い140発程度で、さらに増やしている。北部、クシャブに、 核兵器の材料となるプルトニウム生産用原子炉がある。将来は米ロに続き世界第3位の核保有国になる可能性が指摘されている。パキスタンは戦術核兵器レベルである射程距離 70km 程度の短距離弾道ミサイル、ナスルから準中距離弾道ミサイル、中距離弾道ミサイルまでの各種弾道ミサイルと巡航ミサイルを保有。 または開発中である。このうち、ガウリアシャーヒン2などいくつかの機種については、核弾頭の搭載が可能ではないかと、推測されているか、公式に認められている。パキスタン軍は2017年1月、弾道ミサイル、アバビールの発射実験に、初めて成功した際、核抑止力の強化につながると発表した。なお、ガウリミサイルは、 朝鮮人民軍のノドンミサイルの技術が、シャーヒーンミサイルには、中国の技術が導入されていると見られている。パキスタン軍統合情報局は、パキスタンで最大の情報機関である。短くインテル、サービスインテリジェンスとも呼ばれ、略称の ISI が、内外で広く通用している。現在はパキスタンで軍事のみならず政治面でも、 最強の組織に数えられる。本部は、イスラマバードに所在している。ソ連軍のアフガニスタン侵攻においては、中央情報局とともに、ムジャーヒディーンを、大々的に支援したが、この頃から、イスラム原理主義の影響が強くなったとされ、アフガニスタン紛争では最初は、グルブッディーンヘクマティアール率いるヒズベイスラーミーの、後には、タリバーンの後ろ盾になったとされる。 パキスタンの核開発にも深く関与した。また、アフガニスタンに対するほかインドに対する活動も行っていると言われており、ラシュカレ・タイバなどのテロ組織の背景に ISI の存在があるとの指摘は根強い。一方で国内のワジリスタン紛争には、関与が消極的とも伝えられる。準軍事組織には、民兵組織で防空などを担当する、パキスタン国家警備隊、 シンド州やパンジャブ州での国境警備にあたる、パキスタンレンジャー、シンド州メヘランに拠点を置く、メヘラン部隊、カイバル・バクトゥンクワ州やクエッタ、ペシャーワルよびバローチスターン州内で治安維持活動をする、辺境軍団が存在する。また沿岸警備隊としては、陸軍と海軍の冷下にそれぞれ組織が設置されている。前者が、PCG で、不評部隊と、 小型集艇による沿岸防備を主任務としている。一方、校舎がプムゼで、こちらは、哨戒艦艇による洋上警備救難を主任務としている。パキスタン軍は、積極的に国際連合平和維持活動に参加していることでも知られている。モガディッシュの戦闘の際には、モガディッシュ市内で孤立したアメリカ軍レンジャー部隊を救援するため、 米第13学士団やマレーシア軍と共に、市内に突入し、生存者と遺体を回収した。国際連合保護軍にも参加しており、スレブレニツァの虐殺の際には、同じく国連が安全区域として指定していた、トゥズラ氏の守備を行っていた。トゥズラ氏そのものが重大な脅威にさらされていたため、スレブレニツァを救援することはできなかったが、スレブレニツァや、 ジェッパーを脱出した難民たちにとって、トゥズラは唯一の希望となった。この時、パキスタン軍は5万人の難民を救助した。ありがとうございます。